ちゃんと教えなくてごめんなさい変な大人がしてました本当のガチャいないんじゃないかなりますよね。本当にガチのガチで勝つ人は言ってるよ言ってる、まあ、負け惜しみとかじゃなくて、まあ、だってガチで勝つのって絶対マガジンじゃないですか、まあ、いじりすぎて本当に申し訳なかったなっていう。なるほど、はい、まあ、全然来ないですね。全然来ないです。もう正月の明けましておめでとうすら来ないですから。ボスが謝罪したい人ランキングはい、恒例のさあ恒例となっております、はい、ボスの謝罪案件でございますけれども、ついにランキング化するという話になりましてで、ね、俺でももうランキングというか結構誤ってきちゃったんで、もう残り少なくなってるんですよ。まだいるんですか。いるんですけど、その中で選んだ感じ。まだいる、まだいるんです、はい、ちなみに、じゃあこれ今日は今まで誤ってきた人ことのない人を書いてあるんですよね、そうですね、はい、過去誤ってきた一番だった人って誰ですか。一番謝りたかったのは生駒さんです生駒さんですね。もう殴られる寸前だったんで、それぐらいひどい態度は取ってます、うん、取ってますね、あの時は、はい、うん、まあそれに比べたら全然大したことないです。全然ないですよ、はい、じゃあ早速、はい、5位からですかね。第5位いきますか。はい、はい、第5位、はい、あれ、ふみさん、これ意外ですね。これだから意外なんですよ。だからいろいろ考えてみた結果、はい、当時スロミチっていう番組を2人で、はい、旅打ちしてたんですけども、はい、当時彼女のことを全く女性として見てなかったんですよ、はい、完全にただの仕事の、うん、まあ、パートナーみたいな感じで、はい、まあ、妹みたいな感じで見てたんで、うん、結構からかったりとかしてたんですよ、うん、でも今思えば、はい、久しぶりにそのなんだろうな、あの映像で見ることが多くて、うん、見てたら、うん、あれちょっと可愛いなと思い始めてだからこれ当時からちゃんと女性ライターとした感じで、うん、なんだろう、持ち上げるっていうか、その、うん、の女性ライターってこんな可愛くてできるんですよみたいなことで売り上げ、売り出してあげればもっと売れてたはずなんですよ。なるほど。それをちょっと小馬鹿にした感じでやってたんで、で、まあ途中でやめちゃったんですけども、はい、うん、だからもっとちゃんとしてあげればよかったなっていう意味で謝罪です、はい、はい、なるほどね、はい。じゃあ、ふみさん、申し訳ございませんでした。最近見ると結構可愛いんですよ。だって当時から可愛い可愛い言われてましたけどね。本当に全く意識しなかったんで、分かんなかったんですけども。だから、うん、あまりにもフレンドリーすぎて、あ、そうかもしれないです。ふみと付き合ってんじゃねえの、ボスみたいな。あ、だから結婚してんじゃないか。まあ、結婚相手もずっとふみだと思われてて、うん、で、はい、本人もなんだろう、ずっと言われてたらしく、うん、もうね、認めてたらしいです、もうめんどくさいから。あ、ボスと結婚してんですよ、みたいなことを言ってたらしいです。もう説明がめんどくさくなっちゃって。あ、諦めたんですね。諦めて。だから、ごく一部の人は、うん、未だに結婚してると思ってます。なるほどね。そうなんですね。そうなんですね。そういうことがありました、はい、はい、ありがとうございます。横さん、改めてちょっとカメラの前で謝罪をお願いします。あ、どうも、ふみさん、以前はちゃんとしてなくてごめんなさいじゃあ何やそれ。いや、今だったら結構売れる感じっすよ。いや、そうですよ、だってさ、うん、可愛くて目押しバッチリですからね。サンダーフィーなんかもう、はい、で知識も多分覚えるんで今のやつも、はいはいはい、うん、なるほど。はい、じゃあ4位いきますか、はい、4位誰だったか、これ4位いきますよ、はい、改めてですね、改めて、あ、ここ改めてなんですね、ここ改めてですね、まあ、いろいろ誤ることあったんですけども、うん、これ一番は、マガジンを辞めた後ですね、うん、辞めた後、結局何回か誘ったけど来なかったわけですよ、マニアックスに。あ、その瞬間からやっぱ敵として扱わなきゃいけなくなっちゃったんで、うんうん、なんだろ、その当時のプロモーション。だからおかしいです。だから結局マガジンにいた時も周りは全部敵だったし、うん、はい、うん、マニアックスも、マニアックスに集まった人たちも全部が敵っていう風に、うん、しろっていう、いや、しろっていうか、そういう雰囲気になってたんで、なあ、っていうことは、シノケももう敵になってしまったんですよ、その時点で。あ、マニアックスにいた時点で、はいはいはい、なので本当になんかその変な悪い噂を流したりとかそんな悪いことしたんですか。とかして、もしかすると迷惑がかかったんじゃないかということ、まあ、ちょっと詳しくは言えないですけど、はい、まあ、そういうことで、まあ、だいぶ、本当に、申し訳なかったなと思ってます。しのけんさんはでも全然そんなのもね、何、うん、とも思わず、うん、今ボスと接して、だってボス、そう、だから、じゃああれですか、ボス謝罪のつもりも含めてなんです、ボスがね、
旅行に行くとお土産を買ってきてくれるんですよ。ああそうですね。で我々には全部で一つで、しのけんさんには別で必ずご当地のキーホルダーですね。ゆるキャラのやつですね。な別になんかそういう一回買ってすごい喜んだんで、はい、あの程度で喜ぶんだったらまあ毎回買ってきてもいいかも。あの程度って言ってあるけどだから結局現地に行かないと買えないらしいですよ、はいはいはい、なので旅行まあまあちょっと、まあね、何回か行くんで、はい、その時に行った時に、はい、行った先で見つけたら買うようにしてます。なるほどね。で旅行行かないじゃないですか、ずっと打ちっぱなしで、ね、うん、なのでだったら買ってきてね、それで喜んでもらえるんだったらいいかなっていうことで、ね、いやだから彼女のものを選んでるぐらいキラキラした目でいつもキーホルダーを選んでるから、うん、やっぱもう二人は一生あれですね、カップルみたいなもんですね。デボさん、改めてちょっとカメラの前で謝罪をお願いします。ああ、でもえ、変なお騒がしてましたあんまりでも覚えてないですけど、でもなんか、うん、なんかやったんですね、うん、やってたことは間違いないですね、はい、はい、じゃあ第3位いきますか。第3位、はい、じゃあガリド先生です。あ、これはもうまあ、付き合いは20年ぐらいあるんですかね、うん、で最初はガリド先生、マージンの、まあ、読者で、うん、うん、ウトシノケの、まあ、ファンというかそう、うん、すごいいろいろ見られてたりしてて、うん、で北海道旅行った時も、帯広までだから札幌から来たぐらいなので、うん、うん、なんかすごい、ファンだったらしいんですけども、売れちゃったじゃないですか、うん、ちゃった、はい、売れちゃったら本心なんだろう、本当の彼の姿が映らなくなってきたんですよ。で画面に映らすね。でなんかずぶんなんだろうな、自分なんかみたいな感じで、うん、なんだろう、自分は謙遜しながら言ってるけど、うん、自分の中では一番だと思ってるんですよ常に、うん、何でもかんでも言っちゃうと思って。今も悪口言ってるじゃないですか。そうだね、絶対謝るはい、でそういうことを言い過ぎちゃって、はい、ついに連絡が来なくなっちゃったんですよ。だからいじりすぎて本当に申し訳なかったなということで。なるほど、はい、まあ、連絡来ないですね。連絡来ないです。もう正月の明けましておめでとうすら来ないですから、まあ、でも本当にそういうひどい扱いというか ね本当のことを周りの人に言ってしまって申し訳ありませんでした。全然謝ってないですよ、はい、いいと思います、ね、いいと思います。じゃあ第2位いきます。第2位、はい、第2位は、はい、マッパチです。なんで、まあ、でもこれは前にちょっとちらっとは言ってはいたんですけども、やっぱりライバル視っていうのもあったのと、うん、あと音楽をやってたじゃないですか、はいはいはい、あの時ガイドを見ながらパチスローバーなんだ雑誌なのに音楽やってるのがすごい違和感があってあ、なるほどね、はい、でやっぱりその音楽なんかやってんじゃねえよみたいな、そのやっぱその雰囲気で思ってたんですよ、ずっと、はい、でも思ってただけでしょ、だって。いや、まあまあそうですけど、ね、いや、それは誰でも心の中に持ってたもんだと思う。書いてはいないんですか。書いてはないと思います。ないだったら別に、うん、でもまあまあずっとこの間そう思ってて、まあまあとにかく何かその敵雑誌の売れてる人の悪いことを考えなきゃいけない脳みそになってる。なってたと思います。なるほどね、はい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 、うん、それはやっぱりその逆だったらそこまでは思わないです。やっぱり1位、ガイドは1位じゃないですか、はい、自分とのところが一番売れてれば相手はね、なんだ何してようがそんなに気にならないです、うん、はい、やっぱり負けてるっていうのがあるじゃないですか、うん、マガジンで発行部数で、ええ、うん、はい、だから多分すごい特にガイドに出てる人に対してはすごいその、うん、なんだろうな、うん、憎んでるってわけじゃないですけど、なんかちょっと、うん、ガイドをマガジンの発行部数は越したことってあるんですか。ないですよ。あ、ないんですね。ないと思います。一応まあ最初は一番最初はまあちょっとあれかもしれないですけど、うん、でも、うん、あ、すぐ抜かれてだと思うんですよ。ああ、ね、そうなんですね。いや、特に悔しいのが芸人さんとかも必ずガイドの名前出るんですよ。マガジンの名前って一度も聞いたことないんですよ。あ、例えば芸人さんが、例えば今言うとかまいたちさんとかがやるときもガイドが出てくるんですか。 100% ガイドなんですよ、出てくる。へ、だからでもそういう意味で言うと、これまあ別にひがみとかじゃないんですけども、はい、そういう意味で言えば芸人さんって本当のガチはいないんじゃないかと。なりますよね。本当にガチのガチで勝ってる人が言ってるよ、言ってる、まあ、負けをしてるとかじゃなくて、まあまあ、だってガチで勝つんだって絶対マガジンじゃないですか、まあ、攻略のマガ、飲み物の、いや、これ本当にいいよ、うん、いや
うん、いやそれはそうだ。ガイドしか読んでないのにそんなに勝ってる勝ってるって言ってるあれと思って、はい、ちょっと嘘っぽいなと思って。なるほど。まあ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 、あのエンジョイ雑誌ですからエンターテインメント。いやいやエンターテインメントだから。そう。読むのがめちゃくちゃ面白いわけだから。これいや本当負け惜しみじゃなくてですよ。はい、今のはでも本当に。そう思ってます。はい、いやまあ確かに本当にマガジンは、うん、あの攻略のことしか書いてないから、そうですね、勝つためにはしか書いてないから、うん、だから読み物としては面白くないですけども、うんうん、まあまあということで、まあまあガイド全、はい、マッパリさんに限らずガイド全然に対するその被害面はちょっと強かったということで、はい、あの申し訳ありませんでした。はい、あれ1位誰だっけな、1位、あ1位これは1位わかんないね。1位はいくらですよ、ルルルル、結局ガイドのパロリさんですね。謝る必要、これはね1回ちょっとあってで、はい、もうマニアックスになってた頃だと思うんですけど、成績桜ヶ丘のもつぶれた、うん、あそこですけど、あそこでボスさんと出会ったとリスキー長谷川さん、万発さんで私とあとポロリさんと、うん、ヒゲの何でしょう、ムドXあ、ムドあ、ムド謝ってください、もうムドさん申し訳ございません。なんかがその来店かな、来店かなんかで呼ぶんですけど、うん、でも、はい、ギャラは出ない、ギャラが出ない、来でも自分に出してくれと、そういうやつで、はい、でパチンコを選んだんですよ、ボスが僕 と、長谷川さんと、大崎さん、うん、3人はパチンコ選んだ、はい、がっぷり開いてるわけですよ、うん、もう確定してるぐらい、確定してるぐらい開いてるわけですね。でそしたらポロリさんと武藤さんがパチスロ選んだんですよね、はい、でしかも北斗かなんか選んだんですよ、はい、でもまあ設定は分かんなかったですけども、でパチンコは明らかにもう確定してるのに、はい、なんでパチスロなんですねみたいな、ちょっと軽く笑ってしまって、うん、本人を目の前にして、それで かなりミスされた感じがしたんで、あの想像がつくんですけど、ね、もう殴られなくてよかったなと。まあ結果的には多分場所の方が出てたと思うんですけどね。あ、出てたんですね、多分設定入ったと思うんで、あ、まあそんな感じでポロリさん、申し訳ありませんでした。すごいありますね、やっぱね、やっぱまだまだあると思いますよ、まだまだ、まだまだあるんですね、これは面白い、面白いですね、はい、というわけで出てきた5名の方、はい、まあ実際6名ですけどね、はい、はい、大変申し訳ございません、あ、申し訳ございません、なんでここにいるし、落ちまかね、そう、このまあほとんどの方と今共演したりね、うん、してるので、まあ結局今は一つになってというか、うんうん、まあ、みんなさんいいところで業界を盛り上げて、ね、そうですね、いけばいいんじゃないかなということですよね、うん、はい、はい、ということでボスが謝罪したい人ランキングお送りいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバーイ。